フフフこれはこれはまた悪そうな顔をしているのうなんだいきなり人を足しざまに言うとはいやいやいい意味でいい意味での話よ好きであろう策略完成計りごとそういうものは悪い顔になるからな 手はできんな。しかしお前の顔つき人のことは言えまいふッ <laughs> そのとおり我輩自他共に認める悪党なればこうして同類のお主に挨拶に参った次第よええー、悪党なのか義理がたいのかわからんないいやそれもまたこの男の術中ということか ある意味諸葛亮以上に恐ろしい男やもなうふふまどっておるの所詮は我が輩の勝ちといったところかな何今のやりとりで勝ち負けを決めるだと待てくいや待たずともいいこの借りはいずれ返させてもらうぞ。 ハハハハ待っていたぞ松永久秀おやおや誰かと思えば芝居か我輩に何の用かね忘れたとは言わせんぞお前が勝ち名乗りを上げたあの日のことを悔しさで幾度眠れぬ夜を過ごしたことかさあ舌戦でも騎乗の模擬戦でも何でもいい 私と勝負してもらおううん、ならば先に激した方が負けというのはどうかねうん、いいだろうしかし気投げなことよなお主が悔しさに眠れぬ間、我輩はぐっすり我が輩が悠々と過ごす間、お主は論戦や軍略を研鑽 確かに今それらで競えば我がが負けるかもしれぬだが仮に我がに勝ったとしてお主はどう思うか喜ばしいに決まっている私のち望の深さがお前より上と証明できるのだからなそう 我輩という壁があればこそたくましてきた言い換えればそれなくしてお主の成長はなかったつまり松永壇上こそが芝中達の導き手であり人として我輩はお主の上ふん、格付けは終わったというほかはあるまいばバカめがバカめが 何が格付けだ。自分に都合のよいことばかり並べたてをって俺、激したう,うんマツナがでなんと恐ろしい男よフん <laughs> おぬしは知恵者としては優秀だが悪党にはなれぬなそこがいいところでもあるだろうがね。 殿いくつか尋ねたいことがあるのだがいいだろうかええもちろんさな何なりとおっしゃってくださいうん綾殿は断るごとに君頭を授けるとの噂だがそれはまことか誰がそのようなうろたえたことを私は無差別に君頭を授けません かわいと思ったものにだけ。わかりますね、芝居ななるほどでは綾殿の言う「かわいい」とはどういう意味であろうかそうですね知性にあふれ天下を取れるような才を持ちでも少し高慢で。 共済家の方などとてもかわいい、うん、真綿で首を絞められているような気がするのはきっと私の思い過ごしだと信じたいがええきっと本当にかわいい芝居穏やかな態度と笑顔で人を追い詰めるうん まさかこのような存在があやつの他にもいたとはなかわいい芝居もう私の前でも肩を震わせたり目をそらしたりすることもなくなりましたね慣れというのは恐ろしいものだなお前と行動を共にすることが当たり前のようになってきた 嬉しいです芝居、あなたにはきっと素質があるのでしょううん私が平然としているのは素質というより体制だろうなまあそれはにこやかな笑みを浮かべながらあなたを支配しようとする女性がすでにいるから。 君とでは物足りないといやそういうことではでは自由にできていると思っていたら実は思い通りに動かされていたそういういつもの感覚がないので物足りないと綾殿先ほどからの言葉まさか春夏とも親しくなっているのでは さあ、何のことでしょう。それよりかわいい芝居に今度ご馳走をしてあげましょう。友人に教わった肉まんはいかがですか